優勝戦6号艇の原村拓也選手ですよろしくお願いしますお願いします準優勝戦は2コースから2着に粘っての輸出ということになりました、はい、外側勢がかなりスタートを来ていた一戦だったんですが、はい、振り返っていかがでしたかまあちょっとスタート遅れてしまったんですけどまあ、道中はまあ冷静に行けたかなと思いますはい、一周の2マークは冷静な立ち回りが光りましたねまあ、はい、ま良、あ、かったですはい。 これが意外なことにデビュー初輸出ということなんですが、はい、こちらについてはいかがですか、まあ、まあ輸出できて良かったですはい。次、はい、節は森高和馬選手が小島に来られますからはい、はい、できて良かったですねそう,そうですね、はい、はい。足の方の仕上がりなんですけれども、はい、こちらはいかがですか伸びに関してはちょっと弱いと思うんですけどターン回りとか出足はいいと思いますはい 節間を通してそのあたりきっちりとさばいてこられるレースが光りましたが、はいはい、はい、まあ行きたいとこ行けるんでその辺はいいと思います。はい、安定版ついてもそんなに影響はなかったですか？影響ないです。はい、そしてスタートの方がここが一番課題ですかね？そうスタートが全くカンターワないんでちょっと怖いです。最終日はそこをしっかりと合わせていきたいところですね。そうです。まあ無理しない程度には行きたいです。はい。 地元勢が三人いますから、はい、外枠でも展開が巡ってくるかもしれませんから、そこは捉えたいですね。そうですね、まあ、展開つけるような仕上がりにしたいと思います。はい、気持ち的にはもうリラックスして望むという感じですかそうですね、六号定団でもうリラックスしていきます。はい、それでは優勝戦向けての一言お願いします。はい、まあ、優勝できるように頑張ります。